選手が入場してきました。ベンガラ色エンジのユニフォームがホームの琉球、そして白のユニフォームが岡山です。左エンドホーム琉球、右エンド岡山です。今試合が始まりました。ボールを下げてつないでいきます。琉球高いボール競っていきます。仲間西岡が対応します。仲間イオンジェのシュート、決まった。開始早々岡山が先制ゴール。決めたのはイオンジェにいたので、赤嶺選手からこの仲間選手がよく見てましたよね。でイオンジェ選手開始早々イオンジェのゴールで先制しましたけれども、おっと琉球にミス、赤嶺がボールを運ぶ。そしてイオンジェ、イオンジェの右、岡崎スライディングでこのシュートをブロック。岡崎、ここは西岡にボールを出します。西岡がヘッド出してこのシュート、枠を取れた。鈴木浩二の対応ちょっと後手になってしまった、はい、 そんな感じでした。落下点誤った感じでしたよね。この前の赤嶺選手 の、はい、もうあの背後へのパスですよね、あれも見事でしたね。ここも抜け出してイオンジェのシュート、それる。岡山サポーターの目の前、ここにどこを合わせてくるか、シュート決まった。イオンジェの今日2ゴール目、このゴールで岡山が琉球を突き放す。2点目、ボールの質が良かったですし、イオンジェ選手あの前に入り込んでたので、はい、ディフェンダーがちょっと入り込めなかったですよね。それだけここからまだまだゲームは動く可能性は秘めています。関戸が抜け出して関戸のシュート、ここはゴールキーパーカルバハルよく止めました。止めましたね、はい、上里の左足にも精度があります。上里が合わせました。ポストに当たって跳ね返ったところで試合終了の笛。